おかえりなさい。先生のひろこです。日本語ひろこは皆さんがいろいろな教材を使って楽しく日本語を勉強する図書館です。どうぞごゆっくり。今日は皆さんの日本語の勉強に役に立つ YouTube のチャンネルを紹介します。レベル別に紹介しますね。じゃあ行ってみよう。初級 Comprehensible Japanese。 このチャンネルは私の生徒が、気軽に簡単にリスニング力を、上げることができるチャンネルを探していて見つけました。ビデオの中では先生が可愛いイラストを描きながら説明してくれるんです。すごくわかりやすいですよ。この動物は背が高いです。背が高いです。この動物は葉っぱを食べます。この動物は足が長いです。首も長いです。何でしょう？正解はキリンです。先生にインタビューしてみました。木村先生ですね。先生はどんなことがきっかけで日本語のレッスンやビデオ作りを始められたんですか？2020年度に日本語教育能力検定試験を受けました。もともと子ども向けの英会話講師の仕事を長くしていて、外国語学習や言語全般に興味がありました。最初は興味本位で試験勉強を始めたのですが、勉強していたらすごく面白くて、実際に日本語を教えてみたいと思いました。その時はまた別の仕事をしていたので、すぐに日本語教師に転職というわけにはいかなかったのですが、せっかく勉強して合格したのだから、何か日本語教育に関わることを始めたいと思って、2021年1月にYouTube を始めました。木村先生は日本語のどんなところが好きですか？あんまり考えたことがなかったのですが、漢字は面白いですね。漢字って例えば読み方はわからなくても見たら意味は想像できるみたいなことがよくあるのが面白いと思います。それから敬語、相手との微妙な関係性の違いによって使い分けられるところ、私たち母語話者は様々なレベルの敬語を相手や状況に応じて無意識に使い分けているところが面白いです。先生の日本のおすすめの観光地はどこですか？大分県の由布院です。温泉がね、いっぱいあるところですね。いいところだと思いますよ。私も一回行ったことあります。日本語を勉強してる人に一言メッセージをください。自分の興味のあることを日本語でたくさん聞いてたくさん読むことが楽しく自然に日本語を習得する鍵だと思います。頑張ってください。これは桜の木です。桜の木です。春、夏、秋、冬。これは春の桜の木です。どうでしたか？なんかすごく動画からも優しい先生って感じがあって、私のね、生徒もこの先生の動画が大好き。中級、私の動画ですね。宣伝タイムですね。私の動画はね、日本語初級の人が中級に上がることを目標としてます。だからビデオにはひらがなの字幕をつけてるし、フランス語のね、字幕もオンオフできるようにしてます。またね、中級の人が語彙力をつけて上級に上がったりとか、
あとリスニング力をねつけたりとか、あと自然な日本語を話すことができるようなのが目標です。よく見てくれるね、あの仲間のみんなは知ってると思うんですけど、教科書で出てくることがないスラングとか表現とか、まあいい言葉も悪い言葉も含めて全部紹介するようにしてます。まあ普段の会話ではフランス語とね同じように汚い言葉結構使いますからね。まあフランス語ほどじゃないと私は思うんですけど、まああとは教科書の会話とは違う、まあ、話し方をしますね、私たちね。なので私のチャンネルは普段から生きた日本語に触れたい人向けのチャンネルになってます。改めてよろしくお願いします。上級ゆうゆうの日本語ポッドキャスト、ゆうゆうさんがいろんなトピックについて自然な日本語で話してくれるチャンネルです。しかも話してる内容をそのまま大きな字で画面に出してくれるのですごく勉強しやすいですよね。まあ、漢字やひらがなを勉強してる人にはおすすめですね。外国語の字幕がついてないので日本語を、まあ、ある程度喋れる人向けのチャンネルかなと思います。今回なんですけども、ちょっとこう皆さんのプラスになるような真面目なお話をしたいなと思っております。はい、テーマはどうすればラッキーな人間になれるのかっていうお話です。はい、どうですか、皆さんはラッキーですか、アンラッキーですか。このラッキーって日本語でついているとか運がいいとか運が悪いっていうような形で言うんですけど、どうですか、皆さんラッキーですか、ついていますか。いや僕はついていないと、毎日嫌なことばっかりだっていう人もいると思うんですが、このラッキーじゃないかっていうのは自分で意外と決められるんですよっていうお話をしたいと思います。私が個人的にゆうゆうさんのチャンネルが好きなのは、いろんなトピックについてゆうゆうさんが話してるっていうところですね。でこれすごく大事なところだなと思っていて、教科書で勉強して日本語の文を作る練習をしていても結局話せる内容が限られるし、皆さんが普段話している内容って、まあ、自分の好きなトピックだったりしますよね。例えば私の生徒さんで、ひろこ僕あんまり天気の話しないんだけどって言ってきた人がいて、まあ、そうなんだと思って、日本だと結構ねご近所さんとの会話に天気の話はねよくするんですけど、まあそれだったら確かにあんまり日本語でね天気の話したくなければ勉強しなくてもいいかなっていう気持ちにはなるじゃないですか。やっぱり私は上級の人がもうテレビでひたすらね日本語のニュース見たりとか、ネットフリックスドラマばっかり探したりっていうのはあんまりおすすめしないですね。語彙は増えるかもしれないですけど、ご近所さんとニュースのことばっかり話すわけではないし、まあ、ドラマで使われてる表現だったり、まあ、ジェスチャーですねは結構大げさだったりドラマチックだったりしますしね。私としては日常生活についての動画、まあ、ゆうゆうさんの動画とかの方が役に立つかなと思いますね。身近な語彙が学べますし、日本語のイントネーションも自然ですからね。これは個人的な話なんですけど、私の弟は日本人で日本語を母語で話すんですけど、もともとすごく内気な人で話をするのが苦手だったみたいなんですね。で本人曰く、テレビのバラエティショーを見て真似してたら会話が得意になったって、笑いを取れるようになったってことなので、まあ、日本人ですらね、まあ、他の人のちょっと面白い会話を聞いて真似してたら、まあ、日常生活で使えるようになったってことなので、もう皆さんの場合はねもうねぜひやった方がいいですよね。自分では気づいてない自分の気持ちがネガティブじゃなかったらみんなはラッキーになる。これが答えです。日本語ひろこをご覧の皆さん、はじめましてゆうゆうです。今回は僕の紹介動画を見てくれて本当にありがとうございました。どうだったでしょうか。はい、もうね紹介動画を見終わった後だと思いますので、なんとなくこう僕のチャンネルがどんなチャンネルなのかっていうのは分かっていると思うので、ちょっと皆さんに質問をしたいと思います。日本語の勉強のモチベーションを持ち続けるの、高いモチベーションを維持し続けるのってすごく難しくないですか。なんか俺って本当に上手になってんのかなとか、
なんか私何のために日本語勉強してるんだろうとかっていうふうに思ったことありません？僕自身こうスペイン語をね勉強していて、でやっぱりこう勉強を始めたばかりの時はもう何もかもが新しいんですよね。新しいボキャブラリー、ね、新しい文法、毎日いろんなことができるようになる。ただこうレベルが上がってくると、なんか上手になってるのかなってないのか、もしかしたら下手になってるかもみたいなことって感じると思うんですね。そんな人のために僕のチャンネルを作りました。紹介動画でもあった通り、本当にいろんなテーマのポッドキャストを聞くことができます。それは日本語を頑張って勉強してね、今僕の日本語がわかるレベルまで来た皆さんが、今度は日本語を使って、あ、知らなかったインフォメーションだったとか、こんな歴史があったんだとか、新しいことを勉強してもらいたいなと思っておりますので、はい、まあ、ぜひね、興味があったらチャンネル見に来てください。そして僕自身ですね、すごく心が弱い人間です。なんかね、簡単にネガティブになっちゃうんですよ。なのでどうすればポジティブに楽しく生活ができるかっていうのをいつも考えています。なのでそんな僕だからこそ、こう人生うまくいかないとか、いつもネガティブになっちゃうっていう人のお手伝いができるかなと思ってね、こうモチベーショントーク、ね、モチベーションが高くなるようなポッドキャストも撮っております。なのでまあこうね、私たちこう毎日生きていくだけでも大変だとは思うんですが、僕のねポッドキャストに遊びに来てもらって、少しでも楽しい時間を過ごしてくれたらなと思います。はい、ということで最後になりますけども、日本語の勉強を引き続き頑張ってください。それじゃあまたね、バイバイ、待ってるよ。どうでしたか？今日はレベル別におすすめの YouTube チャンネルを紹介しました。皆さんがね、おすすめの日本語のチャンネルがあれば、ぜひぜひコメントでシェア、共有してください。このね、チャンネルの仲間たちでみんなで楽しく日本語を勉強しましょうね。最後まで見てくれた日本語勉強の中の皆さん、いつもコメントありがとうございます。すっごく励みになります。今はコロナの時と比べるとあんまり授業を持ってないんですけど、でもその合間にね、一生懸命こうやってビデオ作ってますので、まあもっといろんな人に見てもらえたらいいなって思うんですけどね。でもね、まだまだビデオのアイデアいっぱいあるんで、楽しみにしててください。ではまた次のビデオでお会いしましょう。じゃあねー。